はい、皆さんこんにちは、ワネルグルフィッシュです。今回プレイしていくのはプロ野球スピリッツ2015になります。高橋由伸でのプレイです。ちょっと前回あまりいいところをお見せできなかったのもあるんですけど、今回はね、広島カープとの3連戦をお届けしていきたいと思います。金が3000万あるからなんか買おうかな。まあ、いらないか。いらないですね。さあ、今日は沢村と大瀬良との投げ合いですね。大瀬良、今日は一塁に阿部が戻ってきた。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島。まずは沢村の立ち上がり。まずは立ち上がりの配球なんですが、打率ランキングは由伸は5位まで低迷してきてる。低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。これは一塁、阿部が落下点になってますね。ファーストが構えます。阿部抑えてワンアウト。さてジャイアンツの方は1回の4を裏、ここまで1番2番と倒れていますね。今シーズンここまでホームランは32本、ツーアウトになっています。ワインドアップから大瀬良。今日のピッチャーは大瀬良、ここまで5勝をマークしています。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。緩いボールを持ってきました。ボール先行です。これは大瀬良、大瀬良、何だったんだろう今のボール。スリーアウトチェンジです。サークルチェンジかな。甘いボールではあったんですけど、ね、バッターボックスには3番高橋。完全に打ち損じました。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナーは残っています。今のはカーブボール、ファウルになります。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ストレートは145キロ出てます。さあ、追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次は臭いところも打っていかなきゃいけない。最後スライダーの空振り、変化球空振り。ここまでいいとこがない高橋由伸。3番バッターピッチが中田にスイッチしてるな。大瀬良高騰してるのに中田にスイッチっていうのはどうしてでしょうね。中田はストレート、シュート、フォークにスローカーブ。まあこれ見る感じだと完全にストレート、シュート、フォーク、この3球で押してくるようなそんな感じに見えますけど、シュート、ストレート、この辺りかな。さあ初球は何かと思ったらいきなりスローカーブから入ってくるか。この打席ゴロを打たすようなボールにはでチェンジアップ、そうですね、全く頭にないボールだな。3球目は何で来るか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。今ゲッツー狙いの配球になってますよね。あ、最後はストレートに空振り三振です。もうちょっとタイミングが早くないと合わせられないんだな、ストレート。8回の裏、ピッチャーが川内に変わっています。川内はストレート132キロか。
で、スライダーと縦のスライダー、これ もうストレートを来るまで待ち続けよう。132キロのストレート、もう1点得点が欲しいところですよね。まだこれで大丈夫というようなね、点差ではないですからね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切るとは限りませんよね。バウルになります。スライダーだ、手が出ちゃった。ガッハ、アドコース打ちました。ここはフライになっています。取って1アウトです。全球スライダーできたな。今日はダイソーで途中出場のロサリオ、ここのところ当たりが出ていません。2アウトランナーありません。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁、ストレートですね。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには代打の堂林。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、そうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあ、しっかり堂林は不在ないですね。試合終了、見逃し三振。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。MVP は黒田と菊池か。今日はジョンソンと大竹の投げ合いですね。なんとかね、前の試合全くいいところなかったんで、まずはヒット1本狙っていきたいと思います。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まずは月間 MVP を取った菊池から。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。インコース決めました。これでフルカウントになっています。フルカウントになりましたね。最後はスライダーで大竹の勝ちです。ワンアウトです。打順は3番高橋。2試合当たりが出ていません。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して足速いな。坂本かな。見事に盗塁を決めた場面です。これは片岡ですね。まあ、この足ですからね、簡単には止められないでしょうね。これが2球目、危ない球です。ボール先行です。お、体に近いところ、スリーボール、ストライクが入りません。超高速スクリーン。ここはもう完全にボール球ですね。いや、選球眼がいいですよね。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。そうですね。バッターの阿部、今シーズン得点圏での打率は2割1分8厘となっています。4番なのでね、もっと勝負強さがないと厳しいですね。ここは4番の責任を果たしてほしいですね。はい、期待しましょう。さあ、5球目は何か。ファウルになります。阿部が先制点を叩き出すかどうか。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ダー
一塁転送はアウトだインフィールドフライ遅いよ出すのっていうか今のファールフライで走っちゃうのも問題ですね。すいません、またちょっと走塁でミスが出ちゃいましたけど、走塁のミスはバッティングで返す。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは高橋。前の打席は今のストライク。ジャイアンツ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね、ファウルになります。スライダーですかね。ワンボールツーストライクです。これはうまく折った、流しました、レフトの前に落ちました。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。これはうまく綺麗に流していきました、ね、まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。5番バッター阿部、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースですか。そうですね、高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました、ファールボールです。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、空振り三振、変化球空振り。で超ノーム、5番バッター超ノ、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。ボールになります。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、これ併殺だな。取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。これはランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。高速スクリューにはちょっと見えないボールでしたけど、カープが1点リードしている場面でワンアウトランナー二塁一塁、高橋が入ります。まあ、チームとしてはいいところで彼に回しましたね。さあ同点のチャンスです。まあ、ここでちゃんと同点にしておきたいですね。どんなバッティングを見せてくれるか。なるほど、そうですよね。ボールが2球先行してます。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから十中に。うわー、お手元の当たり、二塁へ送球、二塁、一塁はセーフ。昭和のヘバッティングしてしまった。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、チームとしてはここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね、ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。2ボール2ストライク、阿部打てるか。平行カウント、これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。インサイド打った、セカンドが抑えた、一塁アウトで3アウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ふう、8回の裏になった。ピッチャーはヒースにスイッチします。ヒースのデータこんな感じになってますね。ストレートが152キロ、スライダー、チェンジアップ、ナックルカーブあるんですね。あとは、まあ、あの最近流行りのツーシームとスプリットです。チェンジアップ狙ってたんですけどね。ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。うわー、このスライダー入ってるの。ただこれは当たりは良かったんですけどね。いやー、さっきのスライダーちょっとストライクって言われると厳しいな。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とてもあのスライダーはちょっと頭に残るな。
さあ、広島との3連戦最後の3戦目は小山と栗の投げ合いです。栗もね、全方向に変化球持ってますからね。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、今日の試合はヒット1本と言わず2本3本できればホームランも打ちたい。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうか。打ちました。弾き返した打球はセンターへ、ね、センター掴んでワンアウト。高橋由伸1回の裏第1打席目はワンアウトランナー2塁でチャンスで回ってきました。高橋が入ります。ここは得点が期待できるバッターが出てきましたね。さあ先制のチャンスです。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。大きく外れました。ボール先行です。これで3ボールになりました。これは外れた。ボールが3つになります。うわ、これはどうかな。丸が抑えるね。打球はセンターへ。まあ、進塁打にはなるでしょう。ストレートだと思うんですけどね。2アウトランナー3塁と変わっています。そして広島に先制を許してしまった4回の裏、高橋由伸この回の先頭打者で登場です。4回裏の攻撃になります。高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。このカーブがストライクか。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。これは何だろう、シンカーかな。まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差。これカーブだと思いますけど、うまくライト前に。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。今のバッティング、お、これでノーアウトランナー2塁1塁になりましたか。そして長打。さあジャイアンツ、こっから見るアングルって面白いですよね。ホームランで逆転っていうのは一番気持ちいいですけどね。そうですよね。まあ、そして彼はチャンスに強いんでね、ここは面白いと思いますよ。シュート、見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。変化球打っていった。掴みました。中継にボールが送られる。これちょっと待ってから進塁犠牲フライっていうか、前に進めたな、ちょっともったいなかったですね。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあチームとしてはここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですね。落としてきた。しかしバットは止まっています。バッターボックスのアンダーソン、今シーズンの得点圏打率は2割8分3厘となっています。これでワンアウト満塁か。そして村田、得点圏1割7分9厘は低いな。村田、さあそしてこのチャンスで打席には7番の村田が入っています。まあここは犠牲フライで OK ですね。そうですね、ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか。これは大丈夫か村田。難しいところですね。あ、なるほど。変化球打った。これゲッツーだ。2塁送球アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。ゲッツーだな。当たりは良かったんですけど、これナイスキャッチだな。活かせませんでした。4回終了1対0、1点リードはカープです。今のはナイスプレー。村田はヒット1本、打点1個、損した感じですね。高橋、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。栗、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが小山、そしてカープが、うわー取ったか。投げ合いとなっています。ナイスフィールディングだな栗。今ね、抜けててもおかしくないぐらいのいい当たりだったんですけど。さあもう一本ヒット打っときましょう。8回の裏、さあマウンドを任されたのはヒース。昨日に続いての登板となります。
ツーシームから入ってきました。初球ボール、これはチェンジアップですね。チェンジアップは入りません。ボール先行です。どうだ、これは乗り手入ってきた、入んないか。バックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃。落ちるボールだったと思いますね、今のボールは。ノーアウトランナー二塁です。このカウント、うわ0点か。ヒット2本、まあわやホームランという当たりだったんですけどね。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、あと1本が出なかったですね。そうですね、まあまあ、今ゲームバランスっていう観点で考えると、今のこのやっぱ強いぐらいがちょうどいいんですよね。見てる皆さん、そして僕自身も多少フラストレーションは溜まってくるんですけど、ゲームバランスを考えた時にはきっと今このプレーしているぐらいが、まあ、打率由伸で言うとまあ3割いくかいかないかぐらいで、ホームランもまあたまに出る、これくらいが多分本来のゲームバランスとしてはいいのかなと思いますね。というわけでちょっとね、見てる皆さん物足りない部分、そして僕自身もちょっとイライラしてしまう部分はあるんですが、しばらくの間はこの強いのまま、球速も1段階上げたままでプレーの方はしていきたいと思います。というわけで今回は広島との3連戦をお届けしました。次回はですね、ドラゴンズとの2連戦ですね、お届けしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひご覧いただければと思います。というわけで今回はここまで。